西口駅前ロータリー東口江戸川大駅は千葉県流山市江戸川台東一丁目にある東武鉄道の打線の駅である。駅番号は TD20。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で橋上駅舎を有する。東口、西口及び各ホームとコンコースを連絡するエスカレーターとエレベーターが各1基設置されている。 トイレは改札内コンコース部にあり、多機能トイレを併設する。かつては各、出口階段横に連絡する車椅子用のスロープが存在していたが、エレベーター設置工事の際に移設され、整備完了後にエレベーターまでの通路に転用された。駅舎内には、自動券売機、自動改札機、公衆電話があり、売店やパン屋なども出店している。かつての駅舎は各、 ホームごとに設置され、古線橋や校内踏切など改札内での各ホーム間の連絡手段は存在しない珍しい携帯の駅であった。当駅は伏線区間にありながら、信号機の閉塞割りの関係で出発相当となる閉塞信号機がない。発車の際の看護は、知らせと、ブザーアイズ、自駅停車確認のみである。 2020年度の1日平均乗降人員は18,270人である。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下表の通りである。江戸川大駅前商店街東口、西口駅前にはロータリーが整備されている。駅東側には商店街が広がる。西側には千葉県道5号松戸野田線、流山街道が走り、 南側には、常磐自動車道が走る。千葉県立流山北高等学校流山市、江戸川大西、富士見台中野区、三原方面東京大学爽やか、千葉県民プラザ、流山市江戸川台東、河野巣台、柏市西原、緑台方面流山駅、流山大高の森駅方面、柏市西原、柏の葉方面の路線バスと、 流山市のコミュニティバス、流山グリーンバスが発着する。停留所名は、東口が江戸川台駅東口、西口が江戸川台駅である。ありがとうございます。